カレル・レーネルは、チェコの作曲家。ユダヤ人のためナチスドイツから迫害され、形式主義者ということで、社会主義政権から迫害された。ジャテツ出身。父は、シナゴーグのハッザーンであった。プラハカレル大学で法律を学び1934年に、博士号を取得した。その一方で1929年から1931年まで、 アロイス・ハーバーとヨセフスクに作曲を指示した。その後1938年まで、エミル・フランチ・シセクブリアンの劇場で、ピアニストとして活動し、時には、ハーバーの発明した4分音ピアノで作曲することも、あった。第二次世界大戦中は、テレージ・エンシュタット強制収容所に収監された。テレージ・エンシュタットでは、エステルのフズ音楽を作曲するなどの、音楽活動を行った。 その後1944年からアウシュビッツ・ビルケナウ、ランツベルク、カウフェリングへと移送される死の行進を経験したものの、終戦まで生き延び、プラハに戻ることができた。そしてフリーランスの作曲家として音楽活動を再開したものの、1948年のチェコスロバキア政変で、チェコスロバキア共産党が権力を掌握すると、形式主義者との批判を浴びた。 彼は1948年にチェコスロバキア共産党に入党し、チェコ音楽基金の会長などを歴任したが、チェコ事件後の1969年に離党した。活動は1929年から1979年までの50年間に及び、その音楽はチェコの政治状況を反映している。初期はハーバー、スク、ブリアン。 そしてエルヴィン・シュルホフの影響を受けた前衛的なものであった。しかしその路線は形式主義として社会主義政権に否定されたため保守的な作品を作曲することを余儀なくされた。1960年代に入って統制が緩和されると豊かな表現の音楽を作曲できるようになった。管弦楽曲、室内楽曲、器楽曲、カンタータ、オペラ、歌曲、合唱曲、 映画音楽、付随音楽など、あらゆる分野に作品を残した。また駆け出しの頃には、ジャズや民族音楽の影響を受けた、ポピュラーソングを作曲している。ありがとうございます。